はい、皆さんこんにちは、レナです。タカです。今日はハイデルベルグに行きます。今はマークチュワーブの駅でミュンヘンに行って、そこから ICE でハイデルベルグに行きます。で、その移動はちょっと皆さんとシェアしたいと思います。電車はちなみにもありますよ。開けれる？おー、開いた。おめでとう。ということで乗せていきましょう。はい、見て、ここに荷物スペースがあるよ。便利だね。ここは俺のスペースだね。なんかさ、あっちの奥にさ、パーティールームみたいなのがある。パーティールームじゃない。あれ何、みんなでパーティーするの？電車の中で。違いますよ。絶対に違うよ。あんな日本にないよ、ね、これ新しい電車、これ結構。ああ、だからパーティールーム作ってるんだ。ない。ハオッパのホーフに着きました。メインステーション、今から ICE に乗り換える。 ICE 新幹線、何の略？インターナショナル、わかんない、なんとかなんとか、わかんない。ここは美味しいパン屋さんで、ここでちょっとなんかパンとか甘いものとか買ったりする。駅弁ですか？ドイツでいう駅弁がパンですか？駅弁です。eine Schnittlauchbrezel bitte, dann noch eine Salami-Käsestangeなんかすごい甘いパンも売ってて美味しそうだね。そうだよ、私は買ったよ、甘いものも。おお、ここがミュンヘン中央駅ですか？そうだよ、ここが全部の電車が出発する。もう止まってるね、新幹線みたいな、ブレットトレイン。そうそうそう。12番。ちなみにこの駅からどこにでも行けますか？フランス、スイス、スペイン。行けると思うよ。スペインはちょっと一発でちょっと遠いと思う。オーストリアとかだったら一発。あ、オーストリア、スイス。じゃあ基本的には国をまたぐ新幹線はここから乗っていくんだね。そうだよ。僕たちは12番線に行きます。ちなみに今気づいたけどさ、何？これ22、23、24、25、25番線まであるってこと？もっとあったと思うよ。ここのこれメインのところで、ちょっとサブのところもあるよ。すごいでかいね。25番線って東京駅でもないんじゃない？え、東京駅にも20何番線から乗るでしょ？あるんだ、新幹線で。あ、じゃあ同じぐらい大きいんだ。一緒ぐらいじゃない？あ、新幹線来た。これが IC ですか？ああ、でもそれなんか古い形で、もっと新しいのがあるよ。あ、もっとモダンな IC もあるってこと？ある。今聞こえたけど、私たちの電車が12番じゃなくて13番から来るよって言ってるよ。あ、そうなの？ちなみに今何分前ですか？10分かな。10分前にホームが変わりますよ。ドイツでは普通です。で、ドイツ語でしか教えてくれないから、ちょっとだ、俺だったらもう分かんなくてパニックだね。だよね。英語でも出してくれればいいよね。まあでもあのボードを見とけば分かるので、あのボード多分、ね、だからもし皆さんドイツに旅行来るときは頻繁にボード見て、本当に自分の電車が自分が思っている番線に来るかどうかをチェックしないと、10分前5分前でも普通に変わっちゃうので、気をつけてください。ここ13番、ここ着きましたよ。来ました、13番線フランクフルト駅行き、9時47分発。私たちはファーストクラスなので B に行かなきゃいけない。9時47分発だけど遅れてるのかな。いや、な、今のところ何も書いてない。おお、たまには時間通り来るんだね。どうかな。ドイツの中央駅、ミュンヘンの中央駅も禁煙なんだね。大きく禁煙のマークついてる。でも街中で吸ってる人いるじゃん。ああ、駅はどこでも禁煙だよ。街中は OK なの？ああ、街中は OK。 あ、電車来ました。 DB、 DB、ドイツバーン、これです。この ICE に乗っていきます。いや、違うと思うよ。え？あ、 IC って書いてあるから違う電車？ホーム変わったんじゃない？また。はい、ということでファーストクラス。なんか電車古いね。ね、IC だよ。あ、IC じゃないよ、IC だよ。合ってる。E がつくと何が変わるの？あ、もっと早い。エグゼクティブ？いや、わかんない。
エクストリームリーファーストってこと？エクストリームリーファーストでこと。はい、乗り込んできました。私たちはこれを要約したよ。え、さっきのところは違ったの？あ、おお、なんか映画で見る感じだぞこれ。あ、着いた？これとこれ。おお、これはかっこいいですね。うん、パーティールームだね。人が来るかどうか分かんないから。はい、到着しました。いいんじゃないこれ。 LT ブログ専用ルームですこれ。それは見てみよう。ちなみに6個の席があるから、他の4人の人がもしこの部屋を予約してたら相席になりますね。そう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 。なんか合コンみたいになるってことね。合コンみたいなことにならないよ。はい、お、完全に個室なんだね。そう、これがファーストクラス。ミュンヘン、これがファーストクラス。ミュンヘンからハイデルベルクまでファーストクラス乗って往復で、うん、いくらですか？ああ、1万4000円ぐらいかな。ああ、じゃあ片道7000円ぐらい、うん、そう思うと安いんだね。だって距離で言ったら新幹線より安い。距離で言うとどれぐらい離れてる？東京名古屋間ぐらい。それぐらい。でもだいぶ時間かかるよ。まあ遅いからね。そう。ちなみにテーブルもちゃんと開くとまあまあ広い。でも汚い。ね。あ、動き始めた。出発しました。バイバイミュンヘン。あ、そう、いや、何？マスクをつけてください。おお、え、でも個室だからいいんじゃないの？ダメだな、ね、誰もいないのに。だと思ったら。あ、じゃあまだドイツの新幹線はマスクが必要ってことですか？そう。ローカルトレインはいらない。いらないよね。電車止まりました。なんかあったよ。ピーポーピーポーした。走り始めて10分ぐらい経ったら電車止まりました。そうだよ。ピーポーピーポーアナウンスが流れてます。で、アナウンスでなんか全員ワゴン1に来てくださいみたいな感じで言ってた。あ、スタッフ全員、uh-huh. スタッフ全員ワゴン1に来てください、uh-huh. それ緊急事態じゃない、uh-huh. 大丈夫？わかんない。爆発しないということで、ワゴン1が遠いから大丈夫。長い旅になりそうですね。ご飯食べようかなと思って。さっき買ったパンですか？見てこれ。おお、美味しそう。これなんかプレッツェルのあのちょっとクロワッサン的な生地で、中にはピクルズとサラダとお肉とトマトと。美味しそう。ドイツ。あとでサイズでかくない？うん。なんか2人前ぐらいある。そうだよ。といって、あの日本だったらこれの3分の1とか。はい、じゃあいただきます。すごい重たいよ。ちょっとなんかマスタード感があって、パンがすごいサクサクにめちゃめちゃごまがついてるよ。おいしい。硬いパンだよね。別に、あの顎が疲れてくるパンですよ。1個食べたら多分顎ね、筋肉痛になるレベルのパン。No、ふわふわのパンだよ。うん、ピクルズ美味しい。超美味しいと言って。おい、ん、一口でした、うん、うまい。マスタードが美味しい。マスタードとピクルスとハムのコンビネーション抜群だね。でしょ、うまい。ちょうだい、半分食べてあげる。俺のやつも半分あげるから。風これの方が絶対に美味しいよ。いや、俺のパンも美味しいよ。はい。風やだ、もう半分あげる。俺のやつも。あ、それ俺のだよ。見てこのプレッツェルのサイズ。ジャーマンビッグプレッツェル。これプレッツェルに何が入ってるの？緑のネギみたいなやつだけど、ネギじゃない。あ、じゃあプレッツェルにバター塗ってネギっぽい刻みネギ。でもネギじゃないもんね。クリームチーズか、分かんない。クリームチーズかもしれないね。これはより噛まなきゃいけないよ、さっきより。まあクリームチーズのクリーミーさがあって、ネギ的なフレッシュな感じがあるよ。うん、クリームチーズ美味しい。
でここにさ塩がついててさ、うん、この塩辛さしょっぱさがクリームチーズとの相性抜群だね。はい、残り俺の分。何があったの？返してください。俺の分で。はい、どうぞリラックスして。ネットフリックス見てリラックスして。美味しかった。見てください。サラミチーズバゲット。ずっと食べてるね、タカちゃん。え、違うよ。レナさんが一口もくれなかったから、これ1個目だよ。わかりますか？すごいいろんなこうあれがついてる。キュウリとか、さっぱりシンプルでうまい。うん。ドイツのそういったやつは全部ヘルシーだからね。うん。シュトゥットガルトに着きました。そうなんだね。もうそろそろだよ。ハイデルベルクまで。あと40分。あ、じゃあミュンヘンがあって、シュトゥットガルトがあって、ハイデルベルクみたいな。ハイデルベルクとシュトゥットガルトは近いんだ。ちなみに今いるのがファーストクラスなんだけど、セカンドクラスもあるんだよね。多分あっちに行ったら。あっち。じゃあちょっとセカンドクラス見に行きましょうか。廊下を歩いていくと、わあすごい。自転車乗ってる人いる。こっちがセカンドクラスです。セカンドクラス見に行ってきました。どう？日本の新幹線とほぼ同じ広さ。あんま変わらないんだね。いや、テーブルあったりするでしょ。基本的に日本と同じ感じ。うん。で、今すごいのが1個こんな隣のファーストクラスに座ってる人、自転車乗っけてた。あ、そう。ここに大きな自転車乗っけて。めっちゃ邪魔。どうやって払ってるんだろうね。自転車代もあんのかな。いや、自転車代は無料かな。いや、払わなきゃいけないと思うけど、そんな席に置くほどなことじゃなかった気がする。で、ちなみにこのもう一個向こうの席は販売車、うん、なんか今日はなんか普通のビストロの電車がついてないからそれを作ったよって言って。普通だったら食事が食べれる車両があるってこと？ビストロ車。うわ、眠たくなってきてない？眠たくなってきてますか、社長？眠たくなってきてますよ。もうすぐ着きますよ。そうだね、今日長いよ。何やってんですか？まだ甘いものがあったから食べた方がいいかなと思って。よく食べれますね。もう俺お腹いっぱいで食べれませんよ。もちろんタカがだいぶ食べたから。美味しそう。うわ、すごっ。なんか日本の甘いドーナツの3個分ぐらいある。あー見て、カスタードクリームとラズベリージャムが入ってる。で、生地はまさにドーナツだよ。油で、ね、油の塊みたいになってるよ。ハイカロリーだと思うよ。うん、うん、超美味しい。ちなみにこの電車乗ってから、うん、チケット、このチケット一回も見られてないけど、ね、なんか分かるのかな。多分この2つの席が予約してあるということが分かってるから。あ、向こうのこうバーコードみたいなやつで見たら分かって。でも座ってるってことはさ、ちゃんとチケット持ってるか確認した方がよくない？でもだからここに予約されてるよって分かったら、うん、ここに座ってる人がその予約をした人だろうっていうことでしょ。はい、アナウンスがありました。ハイデルベルクに着きます。7分遅れてるよ。7分遅れでハイデルベルク到着です。一回もごめんなさいとかそういった言葉使ってないよ。それ日本だけだよ。確かに日本だったら1分、新幹線30秒とか1分遅れても、はい、ご迷惑おかけしまして申し訳ございませんでしたみたいな。いや、ここはもう7分遅れてますよみたいな。なんか文句ありますかって感じ。そう、謝ることはない。そう思うとさ、あのアナウンスがさ、うん、あんま多くないよね。あ、うん、駅に止まる前もそうだし、出発してからもそうだけど、うん、日本の新幹線ってさ、なんか3分とか5分とかずっと喋ってるよね。よいしょ、よいしょ、着きました。着いたー。ハイデルベルク今降りてすぐ思ったのが、ハイデルベルクはミュンヘンよりあったかい。そうかもね。うん。ちなみにドイツの電車は自転車も乗れるしワンちゃんも乗れるね。
そうだよ。全部自由ですよ。そうだよ。ロングタイムのスイング。はい、着きました。ハイデルベルク。友達がピックアップしてくれて、これから友達の家に向かいます。そう、天気もめちゃめちゃいいし、あったかいし。本当あったかい。20度行くって言ってた今日。そう。これ間違えたよ。まあハイデルベルクでいろんな楽しいことをやりたいけど、それはまた今度の動画で見てみてくださいね。ちなみにさ、ハイデルベルクの駅、はい、ちっちゃいんだね。ミュンヘンの駅と比べるとなんか5分の1とか10分の1ぐらいの、あ、そうそうそう、すごいちっちゃな町なんだね。そうだよ。日本人からするとすごい有名じゃん、ハイデルベルクって。あ、綺麗だから。でも実際来てみるとこうちっちゃい田舎な感じがしますね。そうだよ、めっちゃいいよね。皆さん、ドイツの新幹線の旅どうでしたか？いろいろ勉強になりましたか？まあ今回全部うまくいったからね。そうだね、なんか電車ぶっ壊れなかったし、まあ、途中でなんか変なアナウンス流れたけど、いや大丈夫だったよ。遅刻もあんましなかったし、ね、ほぼオンタイムだし、7分遅れはドイツではオンタイムなので、席も良かった、隣に誰もいなかったし、ね、全部良かったよ。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。